皆さんこんにちは。山本草太さんといえばポスト羽生として話題になっているフィギュアスケート選手です。身長173cmで爽やかイケメン、女性ファンも多いことで注目を集めています。今回は山本草太さんの家族構成、宇野昌磨さんとの関係、彼女についてお伝えします。ぜひ最後までご視聴ください。フィギュアスケート界のポスト羽生結弦として注目を集めている山本草太さん、シュッとした顔つきなのにたまに見せる優しい笑顔のギャップで心打たれた女性も多いのではないでしょうか。そんな魅力たっぷりの山本草太さんはどんな家庭環境で育ってきたのでしょうか。山本草太さんの家族構成は父親、母親の3人です。ネットでは妹がいるのではなんて噂もあるようですが、これまでに山本草太さんが妹のお話をしたことはないのでデマの可能性が高いですね。続いては山本草太さんのご両親について。残念ながら山本草太さんのご両親は一般人のため情報がほとんどありませんでした。しかし山本草太さんのご両親について調べてみると、特に母親と仲が良いことが分かりました。山本草太さんがスケートを始めたきっかけもお母さんがフィギュアスケート好きだったからなんですよね。それはお母さんの趣味がフィギュアスケート鑑賞だったことから、幼少期より一緒にテレビ観戦していた山本草太さん、6歳の時にトリノオリンピックの表彰式でエフゲニー・プルシェンコさんが金メダルを獲得するのを見たことで金メダルが欲しいと思ったそうです。その後大阪府立臨海スポーツセンターへ連れて行ってもらい、初めてのリンクに挑戦。みんな簡単そうに滑っていたので手すりも持たずにリンクに乗ったら一歩目でステンって転んだ、痛かったと語っています。小さい時からフィギュアスケートに触れてきたんですね。今では大会にも出場し注目を浴びている山本草太さんでもやはり最初は難しかったようです。後にジュニアグランプリファイナルで2年連続表彰台に乗り、リレハンメルユースオリンピックで金メダルを獲得、初出場の世界ジュニア選手権で銅メダルなど将来を嘱望された選手でした。しかし平昌オリンピック日本代表の有力候補でしたが、2016年3月世界ジュニア選手権への出発当日の練習中に転倒し、右足首を骨折したことにより一度競技会から遠ざかりました。その際辛い時はいつも母親が励ましてくれたそうです。そして以降も優勝などメダルを獲得していて、ポスト羽生と呼ばれるまでになっています。お母さんからしたら自分の大好きだったフィギュアスケート界で息子が活躍しているなんて夢みたいですよね。最高の親孝行ではないでしょうか。またフィギュアスケートって年間に300、500万円もの費用がかかる習い事ですから、山本草太さんのご家庭も裕福な可能性が高そうです。山本草太さんは大阪府岸和田市出身です。高橋大輔さんや織田信成さんなどのように関西にゆかりのある選手が増えてきた感じがしますね。しかし山本草太選手が中学生の時に羽生結弦選手らを指導してきた長久保コーチより指導を受けるために名古屋に引っ越しをしています。ご両親も一緒なのか、もしくはお母さんのみだけなのかは分かりませんが、習い事のために生活拠点まで移せる財政力があったことから実家がお金持ちだと言われているようです。多くのフィギュアスケート選手のご実家はお金持ちですからね。同じくフィギュアスケート界のレジェンド伊藤みどりさんもトップ選手になるまでに2億円もの費用がかかるとお話しされていました。このことから山本草太さんの実家もお金持ちである可能性は非常に高いと思われます。そんな山本草太さんですが、同じく若手として注目されている宇野昌磨さんとの仲について気になっている人が多いようです。山本草太さんと宇野昌磨さんはよく比較されライバルのように言われていますが、2人の仲についてはどうなのでしょうか。中京大の先輩と後輩の間柄でもあり、ジュニアの GP シリーズにも一緒に出場した経験があるなど窮地の中、山本草太さんは宇野昌磨さんとは少し年が離れているようですが、宇野昌磨さんの出場する大会では負けじと必ず優秀な成績を収め、ライバル視している部分はやはりあるようです。ただ実際の2人はとても仲良しで、ジュニアの大会でエストニアに行く際も仲良く一緒にいたそう。また GP シリーズ第5戦 NHK 杯では宇野昌磨さんがショートプログラムで暫定1位の山本草太さんを抑え逆転優勝した際には、宇野昌磨さんは自分の優勝そっちのけでキス&クライで歓喜まで、山本草太さんの肩を見て拍手を送りました。そして山本草太さんが近づいてくると笑顔がより一層はじけ、グータッチを交わして健闘を称えたようです。この
山本草太さんを笑顔で祝福したシーンはファンの感動を誘っていました。仲良ししながらもお互いより上を目指して頑張るというとてもいい関係のようですね。続いて山本草太さんの彼女についてですが、現在お付き合いしている女性がいるという話はありません。山本草太さんの SNS からも匂わせのようなものはなく、ネット上でも彼女がいるという噂は出ていませんでした。今は恋愛よりもスケートの方に力を入れているようですね。そんな山本草太さんですが、過去にも交際されているのではないかと噂になったことがあります。それがプロフィギュアスケート選手の本郷治花さんです。二人は過去に国和スポーツランドに在籍していました。ネット上ではツーショット写真も流れており、交際しているのではないかという噂につながったようです。しかしこれまでに二人が交際を認めたことはなく、周囲から二人が付き合っているという話が出たこともありません。デートをしていたという目撃情報も一切ないことから、フィギュアスケート選手として戦う仲間として仲が良かっただけだと思われます。続いて山本草太さんの好きな女性のタイプですが、元気すぎない人、空気が読める人です。見た目はスタイルが良い人がよく、顔は気にしないと話していました。山本草太さんはシンガーソングライターのあいみょんさんのファンとのことで、あいみょんのような女性に惹かれやすいのかもしれません。そして結婚観についてですが、結婚願望や結婚観については語られたことがなく、分かりませんでした。まだ20代ということで結婚には焦っていないようです。幼い頃からフィギュアスケートに集中していた山本草太さんは、目立った熱愛報道はまだ出ていません。これからの出会いの中で山本草太さんにとって大切な方を見つけてほしいですね。そんな山本草太さんですが、フィギュアスケートの世界でその技術だけでなく性格においても高い評価を受けています。山本草太さんが持つ自己主張の強さ、積極的な姿勢、そしてやるときはやるという決断力は、フィギュアスケート選手として成功を収める上で欠かせない要素です。この性格から常に成長しようとする意欲と、失敗から学び前に進む強さがうかがえます。2022-2023シーズンを振り返る中で、山本草太さんは人としてもスケーターとしても大きく成長したと感じており、特に日本で開催された世界選手権での経験は新たな自信へとつながる貴重なものでした。前向きな姿勢と仲間との絆を大切にする心はパフォーマンスに大きく影響を与えています。また山本草太さんのスマイルは彼の男らしい性格と相まって多くのファンを魅了しています。これらの特性がスケートキャリアにおける成功に関係しています。いかがだったでしょうか。今回は山本草太さんの家族や宇野昌磨さんとの関係、彼女についてお伝えしてきました。ポスト羽生として活躍を続ける山本草太さん、今後の活躍にも期待しましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。